はい。台ワピュアラブです。野村証券が2200億円の損失をアメリカ市場で被むった理由がこちらになります。今日の Yahoo ニュースで 野村証券がアメリカ市場で2200億円以上の大きな損失を出したと取り上げられていました。原因は元タイガーマネジメントのトレーダーでアルケゴスキャピタルのビル ファンさんでした。ビル・ファンさんは、中国の一部の銘柄、テンセントやバイドゥ、ビップショップ、アリババなどに、でかいポジションを取る投資手法を行っていました。自己資金は、 1>, 1兆5千億円あり、それをプライムブローカーである野村証券などに預けて、レバレッジを何倍にも効かせて、8兆円以上のポジションを持っていました。しかし、ビル・ファンさんが思っていたのとは、 逆の方向に相場が動いてしまい、野村証券やゴールドマンサックス、モルガン・スタンレーなどに強制決済されてしまい、合計2兆2000億円以上の追い賞が発生してしまったのでした。そのため、 ビル・ファンさんは、テンセントやバイドゥ、ビップショップ、アリバマなど、中国銘柄を投げうらざるを得なくなってしまったのでした。そういった理由から、えー、ここ最近ね、テンセントやバイドゥ、えー、ビップショップ、 アリババなどがね、大きく下落するという事態になっていました。えー、野村証券はね、まあこの2200億円の損失っていうのが、まあ結構ね、大きいというような感じのコメントをしてましたね。うーん。 えー、しかしね、えー、モルガン・スタンレイとか、えー、ゴールドマン・サックスに関しては、まあ、ビビたるものだっていうような言い方でしたねうん。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。